小泉進次郎氏ら自民党の若手議員が人生100年時代に向けた提言を発表しました。人生100年の時代をどうやって安心して、人生を切り開いていくのか。小泉氏を中心とした自民党の若手議員は、年金の受給開始年齢を現在の65歳から引き上げたり、人によって柔軟に変えることで、高齢者がより長く働き続けられるような改革を訴えました。また、健康ゴールド免許を導入し、健康管理に取り組んだ人の医療費の自己負担割合を下げることも提案しています。